行列のできる丸々、静岡県住みます芸人沼津の植竹です。いきますよ、沼津最高キラーン。さあということで、今回のテーマがですね、行列のできる〇〇ということで、静岡県沼津市にいるんですけれども、ぴったりなところがございます。行列のできるお店ということで、もう目の前に来てるんですけれども、早速紹介したいと思います。こちらでございます。じゃじゃん、山椒さんでございます。静岡県沼津市の名店でございます。海鮮料理を出してくれるお店なんですけれども、まあ、お寿司屋さんなんでしょうか。もう老舗中の老舗ですし、我々ね、吉本興業もだいぶお世話になっておりまして、沼津うどんというのをね、販売したんですけれども、それのプロデュースですとか、あと曲がりさせてもらって販売させてもらったというね、もう本当におんぶに抱っこで、もうずっとお世話になりっぱなしのお店がございます。そんな山椒さんをですね、今回ご紹介していきたいと思います。で、普段本当にですね、行列ができちゃって、もう事前予約しないと本当に入れないんですよ。なんで今日も予約で皆さんもう中とかまでずっと混んでるので、ぜひこの山椒さんに行く際はもう皆さん予約必須でございますので、はい、おっと待ってください。こちら山椒さんなんですけれども、なんと2号店をオープンしました。沼津の港、施設があるんですけれども、その中にですね、鮮魚店兼なんと中でご飯も食べられちゃうというね、そういった素晴らしいお店になっておりますので、今回せっかくねオープンしたばっかりなので、山椒南店の方にですね行ってきます。こういう感じなんて広いですね。鮮魚店なんですけど、あ、めちゃくちゃ混んでる。とりあえずちょっとね見ていきたいと思います。こちらですね、大トロなどなどがございます、ね、あ、マダイですとか金目鯛、あ、イサキとかいろいろありますね。バタチも太くて長いですよこれ。あ、すごい無食だ。いや、無食、無食、マグロ、男のイカ丼、というわけで行列に並び、山椒沼津南店さんのお食事所に入店。ランチ限定の山椒丼を注文しました。山椒丼が来ました。見てください、これが山椒丼ですよ。それでは山椒丼いただきます。魚介の鮮度はもちろんなんですけど、全部にしっかりと味がついてる、タレの味がついてるし、山椒さん特製のタレでも、素材そのものの美味しさ、旨味もギュッと詰まってる、うん、これはやばい。完食、本当に止まらないっていうのはこうリアル。はい、ということで、山椒さんの、まあ、鮮魚店兼、こちらはお店になっておりますけれども、はい、に、お邪魔させていただきました。で、山椒丼食べましたけれども、もう本当にすごすぎてもう言葉が出ないね。はい、もうとにかくもう行列のできるお店として有名なので、はい、こちらのね2号店目、本店はもちろん行列ができるの知ってましたけども、2号店目もまさかがっつり行列ができてるなんて、本当に皆さんおすすめのお店なので、ぜひ行ってみてください。はい、ということで以上、静岡県沼津市からお送りしました、行列のできる山椒を紹介いたしました。山椒最高。